ベンさん、アロハー。アロハー。ハワイですよ、ハワイ。あの今シーズンのプレミアリーグフリークスボイス、はい、最後だそうなんですよ、ボイスは。最後、はい、だからちょっとスタッフ頑張ってくれて、すごい頑張ってくれて、はい、はい、音だけハワイにしてくれて、すごい、音だけか。音だけなあ。ダメですよ、予算 ないあるわけない。まあね、ハワイ行く予算あったら、だってイングランド行ってますよな。まあ受けるけどね。なんかもう映像何もない音声だけど番組だけど、はい、ロケで行って、はい、ハワイで、はい、ハワイから お届けしてますっていう。そうですよね、うん、まあでもね、どうせだったら映像あるから、どうせ行くんだったら映像も撮りますけど、まあね両方ですけどね、うん、まあちょっとダゾンの上層部の皆さん、いつでも行けますよ、はい、仲良くしよういつでも行けますよ、うん、はい、ということで、あ、では改めまして、皆さんこんにちは。サッカー実況をしています野村昭弘です。そして毎度毎度フットボールコメンテーターベン・メイブリーです。この番組はダゾーンオリジナルコンテンツ、フットボールフリークスから派生した音声コンテンツで、週末のプレミアリーグの振り返りや気になるトピックを中心に、イングランドサッカーの魅力を皆様にお届けいたします。いやでもね、休みの気分ってなんかハワイの話になってるんですけども、はいはいはい、それもスタッフの方、まあ、アーセナルファンの方がいらっしゃるので、はいはい、おそらくもうシーズン終わったという感じも、ご本人もですね、ちょっと自虐をされてたんですけども、はいはい、言ってましたね。あのね、5月に入ってから私、前、はい、マンチェスター・ユナイテッドが、まあ、3月はためからちょっとガスケツという話ですけども、うんうん、確かにここ2節ぐらい、うん、チームによってちょっと疲労が高まってるんじゃないかなっていう印象を持つようになったんで、私だって今節で、あ、ちょっと疲れたな、今シーズンの疲れがなんか来たなと思ったんですよ。だからもう休み気分とか、もうそろそろ夏休みになるっていうのが私がちょっと共感できる話になるんですね。あと1ヶ月ぐらいですから、そう、はい、ラストスパートですよ。そうですね、はいはいはい、ミッドウィークに、あの消化しなければいけないのもいっぱいありますから。そうですね、はい、そうですね、最終節の前にも入ります。そうですね、はい、なぜか木曜日とか、ね、最近結構木曜日開催ね。前は木曜日ってイメージ全くなかったですけど、全くなかった、ね、そうそう。で、正直そこも土日の夜開催と同じように、うん、木曜日あんまり好きじゃないという現地の人多いですよ、はい、そこがフットボールを見る日じゃない、ないから、うん、まあ、昔からね、イギリスで土曜日と水曜日が多くて、うん、はい、で、はい、火曜日も全然違和感を覚えないんですけど、はい、でプレミアリーグになってからマンデーナイトが、はい、それが週末の延長戦として結構、みんな好きだったんですけども、うん、木曜日はさすがにちょっとフットボールファンいくら好きでも、はい、ちょっと1日ぐらいはやめてほしいっていう人が実は多いんですよ。そうですよね、うん、だって J リーグも、まあね、最近はね、あのフライデーナイトで金曜日ありますけど、はいはい、基本、はい、祝日じゃない平日は水曜日、で火曜日はやらないですからね、基本水曜日ですから、で木曜日みたいになるんですからね、うんうんうん、そして選手たちもですね、例えば家族がいるんだったら、はい、うん、やはり土日の家族のルーティンもあるんで、はい、もし試合が土曜日だったら日曜日がお休みになるんで家族の時間は過ごせるんですけども、はい、休みが月曜日なんだったら家族は休みじゃないので、はいはい、子供を学校に送らないといけないとか、はい、そういうのはあるので、はい、そこもちょっとしんどいって聞いたことあります。土曜日が一番いいんですね、土曜日が一番いいですけど、ね、はい、そうですね。でね、先ほどちらっとちょっとチーム名出ましたけれども、うん、マンチェスターユナイテッド、はい、あの実は今週の特集はですね、マンチェスターユナイテッド、はい、クラブ買収の動向と補強プランということで、うん、ベンさんにたっぷりとちょっとお伺いして、みんな気になってる方多いと思うんです。そうですね、はい、そうですね、まだグレーなところが正直多いんですし、はい、もうちょっと早くまとまるかなと思ってたんですけども、はい、ずっとそのタイミングを見ていつその話しようかなと思ったんですけども、うん、まあちょっと動きは、この1週間ありましたし、お話したいと思います。そうですね、ぜひ最新の動向、まあ、それに左右される、ね、ちょっと遅くなってしまったので、まあ、移籍にどういうふうにかかっているのかみたいなのもありますけれども、そのところも含めて、うん、ベンさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではプレミアリーグフリークスボイス第8回、アロハ。アロハ。プレミアリーグフリークスボイス、ベンさん、まだ延期分などはありますが、はい、36節終えたということで、もう早くも残り2節ですね。そうですね、そうですね、これでいろいろと急に決まっちゃうこともありますよね。そうなんですよね、
では改めまして現時点での順位表を確認しながら、うん、まあ、優勝トップ4残留争いこういったところを展望していきたいと思います。まず優勝争いですが、先にゲームを行ったのはマンチェスターシティでした。エバートン相手に 0-3 勝利という形になりました。そしてそれを受けてアーセナルがホームにブライトンを迎えてのゲームだったんですが、こちらも 0-3 なんですが、はい、勝ったのはブライトンということで、これでですね勝ち点の差が4に開きました。それも、アーセナルは残り2試合、マンチェスターシティは残り3試合、消化数が1試合少ない状況でこの4ポイント差ですので、次節は先に、アーセナルがゲームをやります、ノッティングフォレスト戦、これにも負けたら、はい、その時点で、優勝決まるんですね。優勝が決まりますし、で、まあ、マンチェスターシティは要するに、その次のチェルシーと対戦するんじゃないですか、はいはい、でアーセナルが残した結果と同じ、まあ、勝ち点取れれば、はい、だからアーセナルが引き分けだとシティも引き分けで優勝が決まるという状況になってて、はいはい、アーセナル負けだと、まあ、シティも負けても優勝がもうすでに決まってるということになるんですけども、はい、まあ、大きく動きましたね。ここでやはりもう逆転が元から難しかったのが、はい、もう無理に近いという状況になってしまいましたね。ブライトンとブレントフォードはやってくれる可能性ありますけど、ちょっとその前のところがちょっとだからアーセナル最後まで全勝する前提だったんですね、はい、でそれでじゃあシティがどこで勝ち点を落としてくれるかという目線で見てれば、はい、本当にアーセナルがもう全勝するというのが大前提だったんで、はい、ああじゃあ先にこちらが落とすんだったらもう無理だっていう雰囲気にはなったんですけども、まあ、それでもね、この時期特にワールドカップの中断もあった中で、はい、ちょっと疲労が高まってくるのが仕方がない一方で、うん、マンチェスターシティが11連勝というのが、はい、シティらしい強さをこのタイミングで出せたんで、それでも、まあ、アーセナルファン、アーセナルというクラブにとってはシーズンの終わり方がすごく嫌なものになってきちゃっているのですが、もともとね今シーズンの目標はトップ4入り、それも相当久しぶりのこと、はい、それはもう5試合ぐらい残してそれが決定している、しかもトップ2入り、はいはい、で優勝を争えたことってどれだけすごい成功なのか、まあ、多分シーズン終わってしばらくしたらみんなそこを感じられるんじゃないかなと思いますけども、本当に素晴らしいシーズンをやってきた。でシーズン前半戦アーセナルが一番いいサッカーをやってたのは間違いないですし、19試合で50ポイントなんてすごい。でマンチェスターシティと争うためには、まあ、それくらいのペースが必要で、後半戦にちょっと落ちてくるのが仕方がない、ちょっと怪我人もいたんですけども、もともとアーセナルのアルテタ監督指揮下の過程の中でまだ早い段階にいる、はい、完成図にちょっと近づいてきたんだけど、アルテタのチームに本当になったのが今シーズンが初めてかなと思います、はい、それに対してマンチェスターシティは本当に、はい、毎年毎年ちょっと磨いてきたものの完成度が他のチーム、他のクラブよりもずっとずっと高いので、怪我人が出てもそれかちょっとメンバーを温存と言ってもね、温存する必要がない、もうベンチにいるクオリティが変わらないので、そこと勝負するのが極めて難しいことですけども、アーセナル本当に今シーズン素晴らしいシーズンを送ってきました。本当ですね、本当大いに楽しませてくれて、またもう一かき回しぐらいしてほしいというところですけれども、はい、うん、はい、そのためにチェルシーが頑張らなきゃいけないさあそしてブライトン、これが勝ったということで6位に上がってきまして、ベンさん、あのマンチェスターユナイテッドの6位以上が決まったんですね。そうです、ね、はい、ということは、FA カップの優勝の枠が、はい、プレミアリーグの方に降りてくるということになりましたので、5位6位がヨーロッパリーグ、はい、7位が、カンファレンスリーグということになるわけですね、プレミアリーグから。そうですね、はい、マンチェスターユナイテッドが例えば6位まで落ちたとすれば、うん、FA カップでそれで優勝 しても優勝チームとして入るんですけども、うん、はい、そうシティが優勝した場合は6位6位チームとして入ることになるので、まあ、とにかくそれで決着がついたのは6位が必ずヨーロッパリーグ、はい、7位が必ずコンファレンスリーグに回るということですけども、はい、まあ、ブライトンは今6位で、で今週のミッドウィークというかサーズデーナイト木曜夜にニューカッスルとの試合があって、はい、ニューカッスルファンの友達ものすごく心配するようになっています。ニューカッスルがマリーズとのアウェイ戦で引き分けたんで、はい、ニューカッスルもアーセナルとちょっと似てる特徴にですね、うん、結構固定メンバーに近い、はい、チームでやってきて、で少し今、まあ、ロングスタッフという怪我人が出ていて、うん、他もずっと出続けてきた選手たち、はい、ちょっと疲労が溜まってきたので、うん、
若干ここ数試合本調子じゃなくなってきたのが、まあ、私の友達がものすごく気になっていることで、はい、確かに次の試合がブライトンで、ブライトンがまあ4試合も残ってるんじゃないですか、はい、で例えばブライトンがニューカッスルに勝つことができれば、はい、ニューカッスルより1試合少ないというのが変わらないまま、ニューカッスルとの勝ち点差が5になる。そうですね、5になるんですね、はい、そうですね、今8なんで、はい、で5になって1試合少ない、はい、でその未消化の試合勝てばいきなり2になる、うん、はい、つまりニューカッスルがブライトンに負ければ他で勝ち点を落とす余裕が全くなくなるわけで、まあ、ニューカッスルホームですからそこは有利ですけども、うん、そういうシナリオを考えてみるとブライトンにまだトップ4の可能性があるということになっています。でさらにね、まだ我々あの月曜日収録なので、マンデーナイトのレスターとリバプールのゲームが分からないんです、はい、ここでリバプールが仮に勝ったということになると、またこれね、大混戦になる、ね、そうですね、現在、ニューカッスルとマンチェスター・ユナイテッドが66ポイントで並んでて、はい、リバプールが同じ試合数で4ポイントのギャップがあるんですけども、はい、まあ、今夜レスターとの試合があるんですが、まあ、マンチェスター・ユナイテッド、ニューカッスルにとってリバプールのレスター戦の結果、だからもう勝ち点3か1か0か、はい、プラスあと1勝で自力でトップ4が決まる状況にはなっているんですけども、まあ、レスター・リバプールの試合は、ね、上も下もすごく絡んでてビッグマッチになっているんですけども、はい、マンチェスター・ユナイテッドもニューカッスルもちょっと疲労が溜まっている中で、もしここでレスターちょっと頑張ってもらえたらと思っていると思いますけども、はい、ニューカッスル対ブライトンの直接対決でもしかしてブライトンまでシエルの可能性まだまだあるかなという楽しみもあります、まあ、そういう意味では今節マンチェスターユナイテッドグループズに勝てたのは大きいです ね、これね、いや大きい大きい、うん、そこは、まあ、アウェーで連敗していたユナイテッドですけども、はい、代表ウィークを除いて週末の試合をミドウィークプレイしていない状態で、つまり中、いつかだったかな、うん、はい、その状況でプレーができたのが8月以来のことでした。マンチェスター・ユナイテッドにとってはどこよりもヨーロッパのどこよりも多くの試合をやってきたんで、その影響間違いなくあったと思います、それまでの負けた試合で。で、まあ、まだまだね本調子ではなかったかなと思うんですけども、まあここ最近で一番いい試合ができました、うん、やはりガルナッチョの復帰が大きいと思います、はい、そうですね、はい、彼は今シーズン初めてトップチームに定着しているんですけども、はい、どちらかというとスーパーサブとしての活躍が大きいかなと思います、うん、そうですね、先発で活躍した試合がまだまだ結構少なくて、はい、そこがここから成長するためにはそこは絶対必要だというふうにテンハグ監督に言われているんですけども、後半途中からちょっと流れを変えて、うん、はい、相手が落ち着けないような状況を作って、新たなちょっとフレッシュさ、ちょっとプラスアルファを加える上でガルナッチョの投入、すごくこれまでも効いてたんで、それがまたできるようになって、それがね、そのガルナッチョが期待に応えて見事なフィニッシュで2点目を決めたんですけども、ユナイテッドのフィニッシュがやっぱ大きな問題点になってるんですよね。前半も結構多くのチャンスは作れたんですけども、うん、はい、ずっとずっとユナイテッドペースで試合が続いてたけれど、はい、1対0で終わって、はい、後半も最近の感じだと後半ちょっと運動量が落ちてくる恐れがあるから1点差じゃ分からないっていうのがまだあったのですけども、まあ、今回ガラナッチョが追加点を決めていいプレーを見せました。そしてまだヨーロッパのカップ戦の出場権争いと直接の対決がありまして、アストンビラ対トッテナム、2対1アストンビラ勝利、これトッテナムやばいまずい感じになってきましたね。そうですね、これで勝ち点が、その両チーム並びますが、はい、まあ、スパーズが得失点差で、6、ビラが4と、はい、いうことなんで、スパーズがまだギリギリ7位ということですが、はい、まあ、この後の試合でヴィラが上に行く可能性も十分に感じますし、圧倒的に今ヴィラの方が調子は良くて勝ったのがまあ当然な内容だったかなと思いますけども、もしこれが7位、つまりコンフェレンスリーグ出場権ということなのであれば、スパーズはどっちみちあんまり喜ばないんじゃない、はいはい、昨シーズンは出てたん で、スパーズはまさにそうでしょうし、そしてねヴィラに関してはエミリー監督はもうヨーロッパのカップ戦のマスターですから、いやそうですよそうですよ、このままいったらもうコンフェレンスリーグでもヨーロッパリーグでも全然アストンビラ入りそうですし、です、はい、アストンビラはですねチャンピオンズカップで優勝したことのある82年の優勝チームなんで、そういった歴史を持つビッグクラブなわけですよ、はい、だから
まあ、来季もですねチャンピオンズリーグトップ4争いに絡みたい、それが来季の目標だというふうにすでにエメリー監督は言ってますし、はい、それはプレミアリーグを盛り上げてくれるクラブがもう本当に増えてますね、はい、ブライトンももちろんその一つ、ウィレムもその一つ、まあ、以下ブレントフォードとかフラもそうですし、すごくそこは、健康的だなと思います、はい、本当ですね、そういう、ね、クラブが頑張ってくれてるとリーグ全体がね面白くなりますからね、うんうん、まあ、そして、今度は下位に行きますが、メイさん残念争いですが1チーム降格が決まってしまいました、サウサンプトン、1112シーズンに2部を戦って以来チャンピオンシップそうですね。でサウサンプトン今シーズンからオーナーが変わってて、でブレントフォードで結構いい仕事をしていたラスムス・アンケルセンという、はい、デンマーク人がもともとミッテランにいた人でもありまして、はい、ちょっと面白い方法は持っているから彼がもう少し権限を持つ状態でサウサンプトンの上層部にいて、はい、ちょっとサウサンプトンの、まあ、再構築にちょっと期待していたのですけども、はい、蓋開けたらちょっと失敗が多かった今シーズンだったんで、はい、結構補強はしている、はい、若手をたくさん取っていて、ね、その中でですねベラコチャップとか、はい、ラビアとか、ね、ものすごく有望の選手をたくさん集めているんですけども、はい、経験値がものすごく低いん で海外から取った選手も多かったので、はい、今シーズン取った選手の中でプレミアリーグでこれまで出たことなかった選手が1人以外もう 全員プレミアリーグ出場が0-0-0-0だったんで、はい、でそれで蓋開けたら残留争いだとその経験値のなさがちょっと問題にもなったのかもしれませんし、はい、監督の変え方も、はい、まあ、ハーゼンヒュッテル監督の時にちょっと選手たちとの、まあ、ギャップというかあまりコミュニケーションがうまくいかない時も静かになってモチベーターではないのも問題だったので変えるのは理解できますけども、まあ、サーサントンファンに聞いたら変えるんだったらシーズン前の方が良かった、もう再スタートにするんだったら、はい、じゃあそこも切れば良かった、でも結局今シーズンハーゼンヒュッテル監督の指揮下で14試合で12ポイント、はい、でもっと上を目指しているチームとしたらそれが足りないから監督変えるのは分かるんですけども、はい、その後ネイサン・ジョーンズ8試合で3ポイント、はい、でその後、まあ、コーチだったセレス監督14試合で9ポイント、はい、つまり成績が悪くなったわけで、うん、ハーゼンヒュッテル切ってから、はい、で2回の監督交代でどっちでも失敗しているので、はい、そこも上層部が責任を取らないといけないかなと思いますけども、まあ、これでラビアとかベラコッチャップとかそういった若手選手が引き抜かれる恐れもすごくありますね、あと2チームがどこになるかというところですよね、うんうん、まあ、フォレスト、エバートン、リーズ、レスター、この4チームのうち2チームっていう感じになってきますかね。ウェストハームに可能性ゼロではないのが残り2試合がリーズホーム、レスターアウェイ、はい、あ、直接のライバルですね。でもしレスター、はい、特にですねレスターがリバプール戦で勝ち点1でも取れれば、はい、ウェストハムと勝ち点並ぶ可能性があるん で、はい、でウェストハムはコンファレンスリーグの方も忙しいので、はいはい、ウェストハムとして降格する可能性はまだゼロではない、うん、直接対決で両方とも負ければ、うん、急に変わるんですけども、はい、まあ、可能性として低いでしょう。でノッティンガム・フォレストが、まあ、チェルシー戦で引き分けてアオニーが2試合連続の、はい、2ゴールだったんですけども、ね、フォレストもマンデーナイトにすごいゲームでサーサムトに 4-3 の勝利を上げてたんですけども、はいはい、まあ、フォレストの残り2試合アーセナルホーム、でそれでも優勝が決まるかもしれない、もしフォレストが勝てば。でも難しい相手ではあります。で最終節がクリスタルパレスアウェイで、もうおそらくロイ・ホジソンラストマッチで、はい、ロイ・ホジソンのチームが最近調子がいいのでまだ難しいのが残ってます。エバートンはウルザウェイ、ボーマスホームで、どちらもちょっとオンザビーチっていう感じで、なるほど、はい、もう目標がなくなってるわけですね、はい、はい、もうだからそこはちょっとエバートンにとってチャンスにも感じます、はい、レスターはニューカスルアウェイで、ウェストハムホーム、はい、でそのリバプール戦ももちろん今夜あるんです、はい、そこは難しいな、ちょっと心配になってきました。リーズはウェストハムアウェイ、スパーズホーム、はい、スパーズがひょっとしたら目標なくなっている、まあ、とにかく CL に入れないで、まあ、負けたらそれでじゃあコンファレンスリーグやらなくていいっていう逆のモチベーションがあるのかもしれないから、まだまだね
明らかにアラダイス監督1週間練習場で一緒に仕事ができて良くなったし、まとまったし、運動量も良くなりましたし、アグレッシブにはなって、守備のコンパクトさ、そのそこら辺のバランス、シティ戦ではちょっと引きすぎた部分もあったんですけども、プレスに行くタイミングは良かったと思いますし、ニューカッスル戦でですね、でアラダイス監督が繰り返して話していることに、そのまあメンタルのコントロール、その辺の整理に力を入れたくて、この時期になると体が重く感じることもあるんですけども、それは負け慣れてると余計にそうなっちゃう。でも勝ち慣れてると、それで体がいくら本当は疲れてても軽くなって、それでなんかもう、運動量よく仕事ができる。でそのニューカッスル戦の90分の中でも、その重い時間帯も軽い時間帯も両方あったんですね。でもその軽い時間帯はそれまでのグラシア監督の試合ではちょっとなくなっていたので、アラダイスがちょっと効果をもたらしているようにも映りました、うん、あとね、もう残り試合数少なくなってきましたけど、ここは本当に正念場ですので、どこが残るか、どこが落ちてしまうというのも見届けていきましょう、まあ、そしてね、もうこの時期になると、まあ、今後の話というのは、移籍ですとかチームの編成ですとか、いろんなことが話題になってるんですが、先ほど来申し上げているマンチェスターユナイテッド、買収どうなるのということが気になります、ということで今週の特集、マンチェスターユナイテッドクラブ買収の動向と補強プランについて話していきましょう。Thank you very much for watching Premier League Freaks all year. I hope that we can bring you the best title race in history, as we promised earlier in this program. But who knows? It may be that Chelsea ruin it for everybody again. 今シーズンの今までにない、はい、タイトルレースをお届けしたいということでございます。いや、嬉しいかもしれないなということでございます。皆さん、これまでにも番組でこのマンチェスターユナイテッドの買収のニュースというところは取り上げてはきていますけれども、実際どうなっているのか、かなり皆さんちょっと不安に思ってたりとか、あるいはいい方向なのかとか、ワクワクしているとか、いろんな思いがあると思うんですけど、どうですか今の現状は。直近のニュースだと、先週金曜日のに大きな動きがあって、まだ公式発表は何もないんですけども、まあ、The Times っていうすごく信憑性の高い記者、マスユ・ディッキンソンという記者の報道なんで、彼が言うならまあまあ信憑性が非常に高いというのがあるんですけども、ジム・ラッドクリフ、まあ、エネオスっていう会社の、まあ、創業者、が、優先交渉者ということになったんでですね、ですからまあ買収がまだ、決まったというわけではないですけども、そういう優先交渉者にもしなったとすれば、彼だけが決まった期間内にその話ができる、他の候補がその期間何もできないという、ちょっと今優先権を獲得することになります。で、まあ、候補が、まあ、もしかして公開されてないだけで他にもいるかもしれないという可能性があったんですけども、おそらく、まあ、2人しかいなかったというのがずっと同じことだったんですけども、カタール人のシェイク・ジャシーム、ビン・ハマド・アルサーニという、のも出ていて、でその人がもしかしてこれからピンチを迎えている、もしかしてこれで取れないかもしれないから、急にとんでもない金額を提示するという可能性ゼロではありませんけども、まあ、今の方向では、まあグレイザー一家が希望する金額も約60億ポンドを、それに一番近い金額を提示できているのはジム・ラッドクリフ氏の方なんで、そっちの方に行きそうな気がします。彼は結構元からビジネスでものすごく成功してきた人 で、でものすごく取引が大好きで、うまい、その交渉がうまい、はい、そのなんか普通の事業をやってるよりも、その事業を掴む、その買い取る、そのための交渉が大好きだそうで、で今回有力になった、その優先交渉者になったのも、
彼がジョエル・グレイザーとアブラム・グレイザーにとって一番魅力的な条件を彼が考えて提示できたのではないかなというのが裏にありますね、背景にありますね。グレイザーは6人兄弟で、それでまあ平等の割合で株を持ってるんですけども、6人中4人はもうあまり関心がない、でもう投資目的でもともと入ったので、まあそれを現金にしたい、もうユナイテッドに興味がない。だけどジョエル・グレイザーがちょっと口出したがる会長で、そこもユナイテッドにいろいろ問題にはなったんですけども、本当は彼もアブラもできれば残りたい。でそれでジム・ラドクリフさんがうまくやったのが、そのクラブの総株価をカタールの提示する、まあ、そのシェイク・ジャシームの提示する金額よりも高い金額にする。じゃあ1株式これぐらいの金額で買えます。で全部は買わない、 51% とか50何パーセントになるんですけど、全部一括で買わないことで、一括で払わないといけない金がシェイク・ジャシームと比べてずっと安い、もう総株価は高いから、それはグレイザーにとってありがたい、プラスグレイザーがもうおそらく2割ぐらいの、株主になるんですけども、残るのは残る、で後日決まったタイミングで、片方が、まあ、ジム・ラドクリフさんがもうあらかじめ合意した金額で残りの株式を買いますって言ったらそれができるし、グレイザーが今売りたいと言ったらそれができる、それ強制的にそれなんか支払わせるという条件も入れていて、例えば3年後にどうせグレイザーがいなくなるような条件があるのではないかなというふうに言われています。ですから一括で払わないといけない金額がちょっと安くなるので、ラッドクリフがもしそれで完了する、このまま終わるのであれば、今持ってる、今握ってる金全部買収だけで使う必要がなくなって、もう少し補強やスタジアムとか練習場にすぐ使えるお金の予算が大きくなるのではないかなと思われます。すごいですね。そもそもこのね、60億ポンドって1兆円でしょ、日本円にすると1兆円ですよ、だけどジム・ラッドクリフさんの総資産がその何倍も、でも個人でそれだけ資産持ってるんですね。結構カタール の方、その、シェイク・ジャシームさんが結構 PR にも力入れていて、だから、株式 100% 取ります。で必ず、補強します、必ずスタジアムを新たに作りますとか言ってて、それでなんかもう外見すごくサポートにとって嬉しい条件いろいろと言っていて、それでちょっと、支持を得ようとしていた、だけどラッドクリフさんは それはあまりしていない。でももうちょっと現実的な交渉はしていると思います。で一部のサポーターからするとグレイザーが残るっていう時点でダメだろ、もうこれだけにも難しく、だから出ていってほしいってとにかく思ってる人たちがいっぱいいるってことですよね、でマンチェスター・ユナイテッドが強い時でも強くない時でもゴールが入った、ユナイテッドの方のゴールが入った直後のチャントはグレイザー反対のチャントですよ、どの試合でも。オールトラフォーの試合中継見たら、もう、Stand up if you hate the Glazers、 グレイザーが嫌いなら立ち上がろう、それか、We want Glazers out、 グレイザー出ていけっていうチャントが必ずあるんですよ、だからみんな嫌っている、だから残るという条件でそれはどうしてもダメだっていう人も結構いるのはいるんですけども、正直力を失った状態で残るんだったら別にいいのではないかなと思う。発言権はもうほぼないっていうことですもんね。そうです。冷静に考えるとそうなんだけれども、心情的にもうとにかく残るのが嫌だっていう人が結構まだいる。そうで、そしてまあそのシェイク・ジャシームの PR もあったんで、おそらくイメージとしてマンチェスター・シティとか、まあ、これからの入荷すると競争するためには、とんでもない資金力があればそれが一番嬉しい。国家レベルのってことですね。っていう人も少なくないと思いますけども、まあ、マンチェスター・ユナイテッド全世界にサポーターがいるわけで、その話にちょっと乗りやすいかなと思いますけども、マンチェスター市民とか現地にも毎試合のように行く人とかだったら、我々の地元クラブ、我々の文化財が違う国が持つものになって、でそれでこれまでね、多分マンチェスター市内のパワーバランスが結構変わったんじゃないですか。マンチェスターシティがいっぱい優勝する、でユナイテッドファンからしたら、まあでもそれは国のお金で強くなったんだろうってすぐ言えるんじゃん、でも人のこと言えなくなるのもあるし、いろいろと複雑かなと思いますけども、まあとにかくビジネス歴で言うと、
ジム・ラッドクリフの方が優秀なビジネス歴を持ってるのは確かで、はい、資金力で言ってもおそらくシェイク・ジャシムさんには負けないかなと思います。今は、まあ優先交渉権というところで、ええ、まあ、これ交渉なのでいつまとまるかっていうのはあると思いますけど、ええ、ただもうこの時期までちょっとずれ込んでるので、うん、はい、今仮にすぐ合意したとしても、はい、じゃあ夏の移籍間に合うのか、もうちょっとおそらくすぐではなくて時間がかかるでしょうから、うん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 、じゃあいつどれくらいのお金を使えるのか、うんうん、じゃあその決まるまでは、うんうんうん、逆に使えないのかみたいなのは心配してるファンの方が多いですよね。いや、それはあります、はい、でちょっとグレイザーがもう、買収のオファーを歓迎すると言ったのは去年の話ですけども、うんうん、はい、ここまで長引いているのも、はい、その辺で補強に関してちょっとリスクにはなっています。もう本当に一番まともな経営をしているクラブは、まあ、4月の前半で来季に向けてどうするか決定しておきたいというクラブが今の世の中に結構たくさんいるんでですね、ですからじゃあ、取りたい選手のリストアップをして裏でその交渉を始めちゃって、でそれで早めにそれがもう取れたらプレシーズンから参加してもらえるし、早めに取れた方が金額もリーズナブルになるというのもあります、うん、はい、8月まで待つと時間が残されてないから、はい、立ち位置が弱くなって、 それ、はい、そういうリスクはあります。でどうやらまあ一部の報道によるとラッドクリフさんがもしこの優先交渉権を持ってるうちにその合意に、はい、正式合意に、至ったとすれば、その時点で補強に関して発言権が欲しいって言ってるそうです。それができれば理想かなって思うんですけども、テンハグ監督が先日のウルズ戦の前日会見で結構補強について話して、もちろん誰が取りたいかという話はしなかったのですけども、1年前監督就任が決まった時と違って今もう言うことに説得力がある、でマンチェスティーナイトにすぐでも行きたいって言ってくれる選手がたくさんいるって結構強気で言ってたんで、まあ要するに裏で上層部との話はしていて、補強に向けての話はしています。ただですね、ファイナンシャルフェアプレーというものも存在します。はい、で、昨シーズン、今シーズンにですね、結構テンハグ監督になってから補強もして、8月になってから交渉する立場が弱くなったタイミングでアントニーも取りました。はい、で相当高くなりました。はい、でその補強も実は今期の予算というよりも来期の予算だったんですけども、はい、今すぐ補強が必要だっていう判断で、ちょっと妥協はしました。クラブ内で使っちゃっても切り崩しちゃったわけですね、来期分を。だから来期分はちょっと安くなっています、はい、でマンチェスティーナイトもグレイザーの経営があまり強くないというか結構借金もしています。でオーナーが変わるとその借金もなくなるんで、ひょっとすればジム・ラッドクリフさんももし、ね、借金をするとすればクラブの借金じゃなくて持ってる会社の借金にすることで、はい、それでクラブの経営も強くなるという期待もあるのですけども、はい、今のファイナンシャルフェアプレーを考えておそらく補強の予算が1億ポンドほど、お170億円ぐらいかな、今言った、はい、というふうに言われています、はい、もし買収が決まったらそれでグレイザーの借金返済がなくなるので、そこでちょっとファイナンシャルフェアプレー的にもう少し余裕は持てるのですけども、はい、テンハーグがやりたいサッカーをなんかできるチーム作るためには、うん、やっぱ今の選手たちちょっと放出して新たに取りたい選手がたくさんいるはずですから、そこをどれだけうまくできるか、はい、で正直買収関係なくそういう状況が大きくは、うん、すぐには大きくは変わらないです、はい、うん、そうですね、だからね、まあ、買収がね決まりそうだからやった一気に選手たち来るっていうふうにはちょっと思わない方がいい、ね、ならないですね。まあアブラマビッチがチェルシーのオーナーになった時、はい、まあ、ファイナンシャルフェアプレーとかそういうの何もなかったんで、はい、マンチェスターシティの時ももう少し緩かったので、はい、すぐ、お金を使うことはできたんですけども、はい、今はそれができないんで、ニューカッスルだってちょっとおとなしい買い物をしてるんじゃないですか、はい、でマンチェスターユナイテッドはもう去年の補強もあったので、もともと余裕があんまりない状況で新しい体制が始まるわけです。まあ、圧倒的に一番優先順位が高いのはセンターフォワードになってます、はい、でセンターフォワードの候補としてもうオシメン、はい、もう名前上がってます。でハリケーン名前上がっています、はい、でも去年の補強を考えるとカセミーロ取ったんじゃないですか、うん、エリクセン取ったんじゃないですか、はい、だからそのカセミーロエリクセンがいるチームで成功するためには、はい、結構すぐ成功するないと、うん、彼らも年齢ちょっと行き過ぎる、はい、ね、だからファンペルシーを取って
った11年前と同じように即戦力で長期プランというよりも即戦力として剣を取る理屈もあるのかもしれません。難しいですね。他の、ねチームがどうも、ね、結構こう予算を使うんじゃないかと言われている中で、買収ね決まりそうだっていう話の裏ではちょっとこの夏は厳しいかなっていうことですね、そうですね、はい、もうプレミアリーグのファイナンシャルフェアプレー計算を3年サイクルで、はい、コロナの影響もちょっと緩和されたので、うん、今は4年になってますけども、うん、基本3年で、はい、だからオーナーで事情がいろいろと変わったとしても、うん、それがもう完全に事情が変わったと言えるのは3年先の話なんで、そこまでちょっと徐々に、プランニングしていかないといけません、はい、そうですね、この動向はねしっかりと皆さん、うん、追っていってどうなるのかという、すいませんややこしい話になってるんでもうあまりにもグレーな話が多いんですね、はい、グレイザーだけにね、うん、そうグレイザーうまいですねうまいですね、どうですか、今日ベイさんこのマンチェスターユナイテッド絡みで今週のフレーズで、はい、ボイスではね、あのサッカー観戦旅行などで便利な英語のフレーズを紹介してもらっているんですけど、ちょっと今日はマンチェスターユナイテッドに何か引っ掛けてあったりしますか。あ、そうですね、はい、この間マークス・ラッシュフォードがクラブ、ね、はい、月間最優秀選手受賞を、はい、してその投稿にですねこのフレーズがありました、はい、Over the moon、はい、Over the moon というフレーズがあるんで、はい、ラッシュフォードが言った表現は Over the moon to have wonManchester United and Premier League Players of the Month again、まあはい、プレミアリーグ全体の月間最優秀選手賞も、もらったんですけども、はい、Over the Moon って聞いたことありますか。聞いたことありますね、それはもう月さんを超えた、はい、つまりあまりにも嬉しくてハイになって、あどこまでじゃあハイになって飛んだ、はい、どこまで飛べたかというと、はい、月さんの上まで飛べたっていう気持ちになった、はい、なるほどね、日本のこの表現で、天にも昇る気分みたいな、それと同じかな、それと同じような感じです、はいはい、で Over the moon っていう、まあ、月を超えてっていう表現がですね70年代ぐらい、私の お父さん結構言ってたのですけども、はいはい、70年代ぐらいフットボールの、まああるある表現として定着したんですね、はい、めちゃくちゃ嬉しい、勝利してめちゃくちゃ嬉しいという時に、はい、Over the moon って使う選手が、まあ、関係者が増えて、はい、あまりにも決まり文句に言ったので今、はい、口頭で出なくなってるのかもしれません。ちょっとわざとらしく聞こえるけれど、でも言うのは言う、はい、で時々選手たちが試合後インタビューでも今も言ってるんですね、はい、他にいい表現見つからないから、はい、まあ、使いやすいな、使いやすい、ちょっとダサい、ちょっとくどいな、分かってるんだけど、まあまあいいか、なるほどね、うん、ちょっと上の年代が使ってて、そうそうそう、使い古された言葉だけど、そうでもまあ使いやすいし、ええ、ちょっとまあ言葉出てこなかったらまあ使っとこうかっていう感じで、そうですね、で以前紹介したバズィングだったんでしょう、はいはいはい、それと似たような意味ですけども、バズィングの方が完全にスラング、はい、それに対してオーバーザムーンの方が誰でも分かる、もう少し綺麗な表現かな、だからひょっとすれば、まあSNS の投稿でちょっと気を使って、うん、はい、それも、入れた、その方が使いやすい、いろんな層の人が見るから、そうですね、はい、そうそうそう、若い人たちだけじゃないからっていうこともあるんですかね、まあ、使いやすいし便利ですし、ごまかして言うんじゃなくて、もう本当にテンションが、実際に心のテンションが高い時にテンション高く言えば、それがすごくいい表現、なるほどだと思います、はい、おまずむということでございます、うん、それでは続いてはフリークスインサイトのコーナーに行きましょう。リスナーの皆さんからのメールを紹介するフリークスインサイトです。今週のテーマは2223シーズン私の新発見です。では早速ご紹介します、はい、ペンネームモハメド・サランラップさんです。おー、久しぶりです、ね、以前もいただきましてありがとうございます。帰りなさい。前回好きなお酒の銘柄や観戦のお供というお話がありましたが、自分は日本のビールも大好きですが海外のビールもよく飲んでいます。最近ハマっているのがスコットランドのブリュードッグ IPA です。ここでベンさんに質問です。有名なスコッチウイスキーなどスコットランドはお酒のイメージがありますが、イングランドはあまりお酒のイメージがありません。
同じイギリスの国でなぜスコットランドの方がお酒が盛んになったのでしょうかというメールでございます。確かに、まあ、スコッチねウイスキー有名だからスコットランド、あとねギネスあるからアイルランドとか、うん、アイリッシュウイスキーもありますし、ねええ、なんか確かにイングランドよりもちょっと周り周辺の方がなんとなくお酒のイメージはある気はしますが、うん、どうなんですか。めちゃくちゃありますね。スコットランド、はい、アイルランドって確かに、それぞれのスタイルでウイスキーを作ってて、うん、で、はい、水が綺麗とか水がその、はい、ウイスキーに合うというのはあるんで、はい、確かにイングランド、まあ、ウイスキー作ってるところもあるかもしれませんけども、あんまり有名ではないですね。ウイスキーといえばスコットランドかアイルランドが多いですが、スコットランドも結構北の島の方があれですよね、そうですね、多いんですよね。そうですね、はい、そうですね、でもイングランドはものすごくお酒作ってるんですよ、うん、ビールが多いですが、ビールね、はい、私の地元サマセットはサイダーというリンゴのお酒、まあ、フランス語で言うとシドル、はい、と似たようなものを作ってるんですけども、はい、そこが、まあ、私の地元の名物で、それでリンゴ園がめちゃくちゃたくさんあります、うんうん、はい、それ食べるリンゴじゃなくて、はい、お酒を作るためのリンゴでもあって、はい、そこは私の地元の名物ですが、そうなんですね、あの北なのでブドウがなかなか難しいから、ブドウが取れない地域がワインじゃなくてシドルっていうようなことは言われますよね。近年は地球温暖化のおかげもあって、はい、ちょっとイギリスでも美味しいワインが作れるようになるという期待もちょっとあるのですけども、はい、ビールが昔からめちゃくちゃあるんで、というかその、スコットランドのブリュードッグっていう IPA は確かに美味しいとは思いますけども、まあ、結構10年前からそこが流行ったんで日本でも手に入るようになってたんです。結構今というよりちょっと前流行ったってことですか、そうですね。でもそういった飲み物、そういったビールを日本の店、日本のなんかいろんなビールを置いてる店で飲んでも、はい、そのグラスの大きさでパイントで表現することであるんじゃないですか、はい、パイントはもともとイギリスの単位でもあって、はい、568ミリ、はい、まあ、US パイントというのもあるんで、はい、US パイントの方がちっちゃいんですよ、もう少しちっちゃいですね、はい、473ミリですけども、はい、まあ、そこはもうちょっといろんなビール飲みたいときは私も結構便利なサイズだなと思うんですけども、まあ、とにかくその古い単位を 今更使ってるというのはイギリスもすごくイングランド、特にイングランドはビールの文化が盛んで、はいはいはい、でここ10年で、まあ、全世界もそうですけども、いろいろとビールがまた盛んになってきて、はい、イングランドのビールがまたもうとんでもなく美味しくなってきました、はい、日本でもそうイギリスから直輸入するお店もあるんで、はい、イングランドの小さなメーカーが作ってる日本のお店で飲めるところって実はあるんですね、はい、でそこをぜひぜひなんかもうイメージと違うかもしれませんけども飲んでいただきたいなと思います。どうなんですか、ベンさんがこうおすすめしたいビールとかおすすめしたいお店みたいなありますか。そうですね、あの東京ですとね、はい、新橋にクーパーエールズというお店があるんですよ。でそこもそのマスターさんはさすが日本人職人さんのこだわりがあって、すごくイギリス大好きな方で、はい、若い頃から、まあ、よくイギリス遊びに行ってて、はい、イギリスのビール工場とかウイスキー工場とか、はい、あとパブ見学したりしていて、はい、そのイギリス風のパブの完璧に近いバージョンを日本で作ろうっていう発想があったそうですけども、はい、そこすごくビールの種類の幅とあとウイスキーの種類の幅結構たくさんあるんで、はい、私にとってちょっと天国ですね。いろんなビールが飲めるんですけども、私はあんまり聞いたことなかったイギリスのビールはそこで飲めるんですよ、はい、でもうその似たようなボトルショップといういろんな、はい、瓶とか缶が入ってるお店が日本、はい、日本中に増えているんですけども、うん、そこ美味しいですよ。皆、うん、さん日本の、まあ、皆さんいろんなビール飲むじゃないですか、日本で今おすすめのクラフトビールって、もう私ねミノービールが昔から大好きで、ね、はい、そこもですね、あのミノービールの WIPA という、まあ、ものすごくホップをたくさん使ってアルコール度数がまあ 9% ぐらいと高いですし、かなり高いですね 9%、 すごく苦いですけども、まあ、モルティでもあってまろやかさもあってそれがすごく美味しいと思いますし、あとですねギネスって先ほど出てきたんですけども、それ世界で一番有名なスタウトじゃないですか、黒ビールで世界大会で金賞を取ったスタウトはミノービールのスタウトなんですよ。そうなんですね、世界あんまりね、はい、そこも基本的にあんまり輸出しなくて日本国内でしか飲めないですけども、はい、海外でも評価されてるビールが大阪のミノービールにもあるんで、本当に本当のように美味しい、でも本当に
日本もね各地により小さなメーカーもたくさんたくさんあるわけで、私大阪の、まあ、家から歩いて 2,30 分ぐらいのところに、はい、ブリューパブセンターポイントというところもあるんですけども、その場で作られたビールをその場で飲めるのが楽しみで、だからもう新鮮なものばっかり置いてある、はい、そういったところも増えているんですよ、日本各地にその場で飲める、お店 で、はい、でそこでですね、なんか外では販売しない、そこでしか飲めない、行かないとダメっていうね、そう、はい、でも行ったらもう本当にここでしか飲めないビールがあるんで、ね、なくなったらまた全然違う種類が入ってくる、はい、うん、でそういうのが、まあ、イングランドにもめちゃくちゃ増えています、ね、日本にも増えています、はい、そういう今ね、文化の流れがあるっていうことですね、うん、でもそもそもこれ今回2223シーズン私の新発見じゃないですか、なんでこれビールになったんですかね、これどうなんだろう、これそうね、でも観戦のお供の新発見がモハメド・サランラップさんにとってこの、この今回のテーマのビールだったのか、新発見はあれスコットランドだなお酒はみたいな発見だったのか、まあ何にしろ新発見っていうことでいいんですかこれは。新発見だそうです、うん、いやでもこれね、ベンさんあれじゃないですか、ベンさんに一番こう大好物のこう今日話題だったんじゃないですか、うん、まあね、ベン、まあね、さんこれどちらかっていうと、まあね、ちょっと疲れてきたから、あの、ね、そうね、1年ずっとシーズンやってきて、ちょっとこの辺でちょっと別の話題もっていうので、はい、いいですね、もしかしたらモハメド・サランラップさんは送ってくださったかもしれないので、うん、どうでしょうか、このねこのコーナーでいただいたメール内容、ベンさんが5段階評価ということで、評価内容に応じてプレゼントするオリジナルグッズが変わっていくわけですが、ステッカー、パスケース、トートバッグ、 T シャツ、パーカーとこうグレードアップしていきますが、どうでしょう、モハメド・サランラップさんには過去に何を差し上げたっけね、あ、パーカーあげてる、 あパーカーあげてる、ね、最上級いっちゃってるんですね、そっか、あ、じゃあパーカーまでいかなくていいですね、私ケース的にもね、トートバッグにしようかな、最近トートバッグ続いてますね、はい、ではトートバッグでね、うん、はい、ちょっと暑かったらトートバッグにパーカー入れてもらって、ね、はい、そうそうそう、なんかボトルショップが入ってるお店とかで、私がさっき言った新橋のお店もそうですけども、そうテイクアウトもできるので、だからトートバッグ、そうそうそう、ボトルをそうそうそう、はい、トートバッグに入れてもらって、はい、持ち帰って家で、試合観戦しながら飲んでいただければと思います、はい、なるほどですね、はい、ということでモハメド・サランラップさん、スタッフからの連絡をお待ちください。さて来週のテーマなんですけれども、これだからプレミアリーグはやめられないです、うん、まあ、今シーズンあの時のゴールの興奮、あの勝利の余韻といったものから、プレミアリーグはやっぱり面白いなと思った、まあ、ピッチ外でもよろしいということになるかと思いますが、シーズン最後の回になるので、あなたの情熱をぜひぶつけて書き込んでいただけたらというふうに思います、うん、野村さんもやめられないですか、いろいろとね、野村さんにとって苦しいシーズンになったかなと思いますけども、やめないですよ、それでもやめられないんだったら、それはもう愛ですね、よかったよかった、いいんです、そういうシーズンもまたあるから面白いです、いつも勝ってたら飽きちゃうから、そうですよ、そうなんです、私も思います、はい、ね、はい、そうなんです、はい、なお懸命にペンネームを書いて、フットボールフリークス @dazone.com、フットボールフリークス @dazone.com まで送ってください、たくさんのメールをお待ちしております、お願いします。目標は、収録時間を短くしていくということでございます。あ、そう、頑張ります、よろしくお願いします、はい、はい、さあ、そうで、ベイさん、ベイさん協力してくださいね、あ、頑張ります、はい、ということでエンディングのお時間となりました。さあ今週もここでチャンピオンシップ情報を教えていただきたいと思います。まあ、レギュラーシーズンも終了ということで、うん、プレーオフに入っていますけれども、うん、ベンさんいかがでしょうか、面白いですよ、はい、で、チャールズ3世の戴冠式の、うん、はい、事情もあって、プレミアエッジ、それチャンピオンシップ最終節全試合が先週月曜日開催日、ね、ってなったのですけども、はい、まあ、おかげで、私は見れたんでリアルタイムで、はい、すっごく面白かったですよ、うん、プレーオフ自動昇格も決まってたんですけども、はい、プレーオフ昇格プレーオフ出場権まだ決まってなかったんで、ミルウォールが最終節向けてその5位でスタートしていたんですけども、まだ
プレーオフの望みが残ってたブラックバーンズのホーム戦があったので、はい、私はそれを生で見ました。前半ミドウォール 3-1 のリードで折り返して、もうミドウォールこのまま終われば問題なくトップ6に入るところでしたが、はい、後半に大逆転を期して、はい、3対4でブラックバーンの勝利でしたが、他会場の結果でブラックバーンもトップ6に入ることができませんでした、はい、まあ、ウェストブロムにも可能性があったんですけども、スポンジとのアウェー戦で3対2で敗れました、はい、コベントリーシティ、まあ、ミルズブラとのアウェー戦だったので、ミルズブラはもう特にトップ6決まってたんですけども、はい、それ1対1でコベントリーが、それで、5位、フィニッシュというふうになりました。で6位になったのがリーグワンから昇格1年目のビッグクラブ、はい、サンダランド。サンダランド来ました。プレストンノーセントのウェイ戦でサンダランド勝てばチャンスがあるという状況だったんですけども、はい、見事0対3で、はい、勝ちました。それでもういきなり昇格プレーオフが土日のファーストレーグ、はい、準決勝ファーストレーグが行われました、はい、サンダランドが6位だったんで3位のルートンタウンと、はい、まあ、ファーストレーグホームで戦ったんですけども、はい、まあ、先制されます、はい、サンダランドがですね今とんでもない事情があるんですよ。本当はですねめちゃくちゃ若くて、はい、これから有望なチームになってるんですけども、プレーオフに入る目標はなかったんですよ、はい、これ昇格1年目だしチャンピオンシップに定着することが目標だったんで、はい、たまたまプレーオフに入っちゃった、はい、でもこのまま昇格しちゃえば来季プレミアリーグでちょっと戦力が足りない、このチームのもう長期目線で見ると、はい、チャンピオンシップにもうしばらく残った方が成長できるんじゃないかなというサポーターの声もあるんですけども、そして今センターバックがいない、ディフェンダーほとんどいないんで、ルートンタウンとのファーストレーグで、まあ、4-2-3-1 で4バックでしたけども、その4バックの中、本職ディフェンダー1人しかいなくて、しかも彼は本職右サイドバックで山ウエスセンターバックで、両サイドバックにウィンガーを使って、はい、あと中盤の選手をセンターバックで起用せざるを得なかった、はい、ルートンは身長の高いフォワードがいるので、はい、空中戦で、まあ、やられて先制されました。怪我人続出だから仕方がなかったですが、はいはい、マンチェスター・ユナイテッドからローン加入中のアマド・ディアロが、はい、この間のプレストン・ノーセンド戦でもスーパーゴールを決めまして、はい、この試合でスーパーゴールで同点ゴールを入れました、はい、後半に、ヒュームという選手が、2点目を決めて、はい、サンダラの逆転で 2-1、はい、でセカンドレーグを臨むことになりました、まあ、結構まだ分からない、はい、次ルートンホームですし、はい、ルートンホームちょっと独特で難しい会場ですから、まあ、ルートンが逆転しないと、プレーオフ決勝戦進出はないという状況になりました。でそして日曜日の、まあ、現地時間お昼キックオフだったのはコベントリーシティ対ミルズブラ、はい、まあ、チャンピオンシップ最終節でもたまたま対戦したばっかりの2チームだったんですが、はいはい、コベントリーホーム、まあ、コベントリーですね、今シーズンのフリークスでも話してるんですけども、はい、ホームがなかったシーズン序盤だったんで、はいはい、アウェー戦ばっかりで全然勝てなかった時期で、はい、4試合延期だったんですね。そう本当に大変でしたけども、はい、すごい、巻き返してプレーオフ圏内に入れたんですけども、はい、まあ、ミドルスプラの方が圧倒的に好スタートを切ったんです、はい、ですけども、コベントリーがまあ前半途中から落ち着いて、で結局0対0の、はい、ゲームになりまして、もうコベントリーが結構、守備が、固かったのですけども、うん、ミドルスプラもそこに負けない姿勢を見せて、はい、昔マンチェスター・ユナイテッド、サンダランドでプレミアリーグでプレーしたパディ・マクネアが今センターバックの要で結構活躍しました、はい、アクポームがですね、はい、ミドルスプラのチームにいて、もう圧倒的にチャンピオンシップのトップスコーラー、トップ下の1位からトップスコーラーでしたけども、はい、まあ、彼は活躍を見せたんですけども、決定機なかなか作らせてもらえないという試合だったんで、まあ、今度はミドルスプラホームでセカンドレーグ同点のままで臨むことになっています、はい、我々のこの、プレミアリーグフリークスボイスのオンエアの時点ではもう決勝進出のチームは決まっているということなんですね。木曜日に配信になります。ああ、そうですね、水曜日にね、はい、早速あるということですね、はい、セカンドレーグは、はい、なのでどうなるかというところですね、うん、あれどこで見られるんでしたっけ、あれダゾーンでしたっけ、ダゾーンで見られるんじゃないですかね、実況解説つけないけどね、はい、イングリッシュコメンタリーですけれども、はい、ぜひあのね、この、ちょうど終わったばかりですので、セカンドレーグはそちらの方もまだアーカイブで残ってるはずですので、うん、はい、ぜひご覧いただけたらと思います。皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました、はい、では皆さんまた来週で、また来週で、皆さんお疲れね、今日いっぱい喋ってもらってありがとうございました、はい、そうね、この後も喋れないといけないですし怖いが持つかな皆さん頑張ってください、はい、おきにありがとうございます